プーチン大統領と約3時間にわたって首脳会談を行いました。私の地元での開催、そしてまた地元の皆様が温かく迎えていただいた結果ですね、大変いい雰囲気の中で首脳会談を行うことができたと思います。本日はですね、これまでのソチ、ウラジオストク、そしてリマでの理論を踏まえまして、率直かつ、非常に突っ込んだ理論を行うことができたと思っています。2人だけの会談においてはですね、先般お目にかかった元島民の皆様からお預かりをした手紙をお渡しをいたしました。ロシア語で書かれていた手紙についてはその場でですね、プーチン大統領は読んでおられました。まさに時間がないという気持ちの島民の皆様のお気持ちをしっかりと胸に刻んでですね、会談を行いました。明日また東京に場所を移しまして、引き続き議論を行ってまいります。